ウラジーミル・ワシー・リエヴィチ・ベスソノフは、旧ソビエト連邦、ハルキウ出身の元同国代表サッカー選手、指導者である。1976年のデビューから、キャリアのほとんどを FC ディナム・キエフで過ごし、強力なシュートと、電光石火のスピードを武器に攻撃的な、サイドバックとして、バレリー・ロバノフスキー監督のもと、オレグ・ブロヒン、オレクサンドル・ザバロフラと共に、 キエフの黄金期を支えた。キエフでの14年間で、リーグ優勝6度、準優勝3度、リーグカップ優勝5度のほか、1989年には、ウクライナ年間最優秀選手に選ばれている。クラブキャリアハイライトは1985から86シーズン、アトレティコ・マドリードとの決勝を制し、UEFA カップ・ウィナーズカップを掲げている。 1977年にチュニジアで開催された第1回ワールドユースでは優勝と大会 MVP に輝いたのを皮切りに A 代表でも主軸として活躍。1980年モスクワオリンピックでは3位に入りソビエト連邦の2大会連続同メダルに貢献した。ワールドカップには1982年。 1986年、1990年と3度、出場。決勝トーナメントには一度しか進めなかったが、西ドイツで開催された欧州選手権1988では、準優勝を果たした。1977年から1990年で、通算79試合に出場。ソビエト代表のベストプレイヤーの一人であると、考えられている。引退後、クスカ。 キエフやトルクメニスタン代表の監督を務める。2008年からは、オレグプロタソフの後を受け、ドニプロの監督に就任している。2010年9月に解任された。なお、妻は、元ソビエト連邦代表の新体操選手で、世界新体操選手権団体の優勝メンバー、娘のアンナ・ベッソノバは、新体操ウクライナ代表として2007年世界、新体操選手権で、 個人総合1位、2008年の北京オリンピックでは銅メダルを獲得している。ありがとうございます。